こんばんは、仕入れ担当の瀬です。ソムリエ近くは持ってないんですけども、ワインの仕入れもでやらせていただいてます。もともとは僕もね、浅井さんに売りつけてましたからね。ワインを売りつけられてましたね相当売ってましたよ僕はね。今となっては結構高く買わされてたいい営業だな。先日ですね、本当に僕ワイン大好きなんで、フランスにできました。僕はもともと泡が出るワインが大好きで、なんだかんだお家で飲むワインって泡が出るワインが、まあ、半分ぐらいかなっていうぐらい泡が出るワイン大好きなんですよ。こう最も格式が高いのが、まあ、フランスのシャンパーニュ。先日行ってきました。ちょっとその動画を持ってきますね。ゴシック建設の女王と呼ばれているランスの観光名所ですね。シャンパンの醸造方法をがこのガラスなんですか。よく見るとブドウを潰してたり、上見て陶芸してる。綺麗だね。何色があるかな。畑どうでした。いや、畑ね、この実際いろいろマルゲさんの当主語ってましたけどね。いや、語ってて、なんか鼻の穴に土突っ込まれたんですけどいや、もうめちゃくちゃ土の匂いだなっていう。でも本当にでもすごくいい土の香りで、まあ、このマルゲさんって本当にこう自然派。はい、こちらがシャンパーニュマルゲの畑です。彼がブノワさん、今の当主の方ですね。 This is アンボネ。アンボネ。 This is ブージー。ブージー、ブージー村。 The vineyards of ブージー starts after the trees there. The west of them. 2 meters of clay. 2メートル下の地面。 Red.Pardon, 2 mètres de craie. 2 mètres de craie avant, 2 mètres d'argile rouge. 2 mètres d'argile rouge avant la craie. 2 mètres de craie avant la craie. Là, tout de suite, c'est des argiles rouges. Et la craie, c'est la roche mère. Et en dessous, c'est clair. 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 C'est clair.ああ、そういう違いがあるんだ。各方面で向きが全部違う。Planté en 1997。97年のピノノワなんですよ。へえ。7年から植えてる。ああ、はいはい。赤いブドウのピノノワ。Ça c'est du mildiou。ああ、そうなんだ。Oui, oui, il y en a chez tout le monde。ロゼニ。あ、ロゼニ。土の香りする。ワインに音楽聴かせちゃうぐらい、ちょっとこうオタッキーなプリテなんですけども。もし行っていいのかな。あ、歩くよかったじゃん、階段。まあ僕の大好きな作り手で、まあ日本にはまあほぼ入ってこないんですけども、で今2本並んでるんですけども、このいわゆるまあ輸入者シールっていうのが付いてるのが日本のインポーターさんから買った商品。シールがないのが僕がハンドキャリーって言いまして、スーツケースの中に入れて持って帰ってきた商品になります。うちのこのワインセラーの中には、マルゲさんのワインたくさん入ってるんですけども、まあその中でも、マルゲさんの蔵から買ってきたのは、ちょっとまだ早いかな。2021年。
両方ともヴィンテージですね。ヴィンテージ一応入ってますね。本当に日本に入ってくる数が少ないので、まあ、この動画を見ていただいた方にもちょっとすぐご案内できるっていうよりは本当に入ってきた時にご案内できるっていう感じになります。まあもちろん毎年作りっていうのは変わってるので、まあこういうふうにブドウの品種のアッサンブラージュ、その混ぜる割合っていうのも同じキューベでもちょっと変わってきます。こちらは2018年のヴィンテージ、こちらは2021年っていう形になります。マルゲさんのワイン初めて飲んだのはもう10年前ぐらいですかね。とあるインポーターさんにおすすめされて、飲んだのがまあ初めてなんですけども、既成概念を崩されるかのような凄まじくいいワインでした。まあ、1万円出しても、まあ、遜色のないというか、まあ、すごく満足できる作り手になってます。次ね、蔵で買ってもこれ1万円ぐらいします。本当にシャンパーニュの蔵で直買しても1万円ぐらいするんですけども、まあ、こちらはですね、うちの輸入元さんから仕入れた、僕の仲良くさせていただいている錦糸町に住んでる JIS さんから下町の、はい、仕入れさせていただいた、2018年ヴィンテージの商品になります。蔵見学なんで用意してくれるんですけども、まあ、嫁さんと息子の分 と、3人分飲んで、でさらにおかわりして、もうベロベロになって帰ってきたと。マルゲさんの目の前にうちの福祉なんかもよく知ってると思うんですけど、サンレオル、はいはいはい、グラントさん、うん、サンレオルの蔵があって帰りに行こうと思ったんですけども、ぶっ潰れて行けなかったですね。僕はマルゲさん大好きなんですけども、私もちゃんと飲んだことはないんじゃないかな、全然ない、一回もないっていう気がして、まあ、ぜひこのマルゲさんの素晴らしいワインを福祉と味わっていきたいなと、マルゲさんのワインってこれ本当に飲んだ時、初めて飲んだ時めちゃくちゃ感動したんで、見てこの色、そうですね、濃いでしょ、濃いですね。これ麦茶っすか、麦茶っすかっていう、本当にオレンジ、自然派って言われてる作り手で、収穫をするときに月のこう満ち欠けだとか、ビオディナミー、ビオディナミーの考えで、そのビオディナミーの考えとかもいろいろ語られて、まあ、とにかくね、うまいんですよ。本当にこう自然循環っていうか、マルゲさんのワイナリーの中に鳥の卵を餌に動物に食べさせたりとかして、うん、で蜂蜜、蜂の巣とかもあって、その蜂蜜との動物とのこう自然循環みたいなお話をされてたんですけども、まあ、まさしく世界文化遺産って感じですね。いや、僕ちょっと今見てたんですけど、ラベルでね、このシャーマンっていわゆるシャ、僕らで言うとシャーマンカーンなんですよ。わかるわかるわかる、ね、シャーマン、シャーマンですよね、はい、でそのシャーマンであって、ここにヴィンテージ、やっぱその色合いが変わってますよね、多分これ表現してるんですよ。例えば18が赤いから暑い年だったよねとか、21は緑がかってるから割とグリーンがすごかったよねとか、シャーマングランプリっていうキューベの名前で、まあ、いろんなキューベがあるんですよね。サピエンスって言って一番高い、3万円ぐらいする、それリューディの名前じゃなくて多分自分で決めてますよね。サピエンスはもうそのミックス、ミックスで、でリューディが確か3つか4つか、リューディーだと多分リューディーになるのはいけないけど、多分ミックスだからシャーマンってつけ、うん、シャーマンってグランクリはないから、うん、多分そのブレンドでシャーマンって、そうブレンド、ブレンドでシャーマンです、ね、はい、全部のグランクリっていういわゆる企画は通しつつ自分の表現できるっていう、うん、要は偉人界の中でもさらに偉人なことをしてるみたいな、ニュアンス、そういやこれね、もう本当にね偉人なんですよ、飲んでみると、もう彼の人間性というか、そう、まあ、話しててもうすごい伝わってくる。あ、まあ、残念ながらちょっとこういろいろあってですね、正規に輸入してる商社さんとはちょっと話がまとまらなくて、うんうん、シャンパーニュの輸入に強いところにお願いして、ぜひ、まあ、うちにも、まあ、持ってこようと思っていろいろ努力している最中なので、うん、いやーなんかね、自然、自然というかもう大自然、永遠のブドウ畑、まあ、今まで本当ね大手のメゾンのシャンパーニュを好きっていう方にもぜひお試しいただきたい。
やっぱ美容感ありますね。すごいでしょ、美容感。泡というか、シャンパンというか、ナチュールなんですよ。めちゃくちゃナチュールな味なんだけど、うん、本当に、紀州南高梅だを、一粒で、1000円ぐらいしちゃうような、熟成する前の青い梅って感じ。うん、もうむしろそれだけ。梅酒って感じ。いや、これね、多分、本当に、嗅いでもらわないと分かる。ちょ、嗅いでみ。あ、本当だ。梅でしょこれ。うん。梅酒って感じでしょ、うん、そうです、ね。ぶどうでこれ出せるって。ほら。いや。梅酒。青い梅って感じ。青い梅です。一粒1000円の青い梅に、酒にして、泡にして、そこに超フランスの極上の発酵バターの、モワーンっていう乳製品感をほんのり足したような、日中普通の極上のマリアージュ。いいでしょう。香りやばい。ちょっとね、僕も今までいろんなシャンパンに飲んできたけど、これほどテロワール出してくれてる人ってあんまりいないなっていう。アンボネのね、テロワールがね。あ、本当に僕らのこれからの課題としては、このマルゲさんのワインをどれだけ仕入れるか。来年もじゃあマルゲ行った方がいいっすね。行くんだったらもうマルゲさん行って、で、目の前に僕らの大好きなサンレオルもある。はいはい。これはね、マジ、マジちょっとね、すごいでしょ。いや、めちゃくちゃすごい。極上のムルソーとか、モンラッシェとか、それこそマコンのバローさんとかね、いわゆる白の偉大なフランスの生産者のこの素晴らしさが、まあ、僕らはねワイン専門でやってるから、ね、ぜひ分かっていただきたい一品ですね。来年はアルザスに行きます。ダイス待っとけ。ダイスさん行きますんでよろしくお願いします。